世界の名作文学を5分で語る今回は初代文学 y o u t u b e r ーさんのトーマスマン・ベニスンシスのライブ配信について5分で語るという企画でやってみたいと思います。えー、ムーさんのバルザックからあ,あたりからですね、毎回のように 僕はライブ配信に参加してたんですね。とても楽しみにしていました。で、トーマスマンの「ベニスに死す」ということでですね、えあこれはトーマスマンだから絶対見ようと思っていたんですよ、決まったときから。それであの浅井雅夫さんの 翻訳を通読をね久しぶりにしたのもあるし、えー、しかも高橋義孝さんのね、こベニスに指すってありますけど、高橋義孝さんのお翻訳と浅井雅夫さんの翻訳と両方を同時に読み進めていって、ですね万全の体制でですね、えー、ムーさんのおライブ配信に備えていたら、眠ってしまいましたね、<laughs> 11時半から始まるということで、ですね、えー、最後まで見れないかもしれない、年を取るとね、早寝、ね、早起きになるんですね。 でえーまあ、そうはいってもねあの、ちょっと仮眠して最後まで見ようと思って、ですね10時半ぐらいに仮眠をしたんですよ。仮眠をしたら、ですね12時ぐらいに目が覚めてしまって、ですね12時に目が覚めて、じゃあそこからと見ればいいじゃないかって思うかもしれませんけど、もう,もうなんか疲れてて、ですね、えー、もうなんか全然エネルギーがなくて、そのまま眠ってしまいました。ということで、朝一番でアーカイブを見ました。 はいえー、でとても残念で、ですねどこにもコメントを今さら書けないやってね、<laughs> あのアーカイブのあチャット欄の中にね、あとから挿入できたらいいなとかね、思いました。なので、このちょ動画はですねあの記念写真がね、こんな風にあったら、よくあの欠席した子供がね、えー、卒業写真とかにこ,こんなところに載ったりするじゃないですか、昔はそうでしたね。まあ、だから、ああの文学ユーチューバー、ムーさんのライブ配信、ベニスにシスのおチャットのね、 <laughs> この辺の位置づけでですね、えー、私にも一言みたいな、ね、感じで言わせてもらえればいいと思います。えっと、とこの間僕あの 初のライブ配信やった時に、秋月信彦さんってね、あの、田村正勝ですっていうのと、同じ、えー、僕の中ではリズム感で、秋月信彦さんのお名前は、なんかそういうことで、えー、覚えさせていただいたんですけど、秋月信彦さんもムーさんのね、大ファンのようで、えー、そこで、あの、古昌さんが言うにはって言って、なんか僕の名前をですね、出していただいてまして、えー、参加できなかった僕としてはですね、自分の名前が <laughs> あのチャットにあって、とても嬉しかったです。ありがとうございます。はいということで 前置きで3分も喋ってしまいましたが、あのー、まあベリスニスにシス自体は、あのそうは言っても、せっかく読んだんで、自分のチャンネルでもやったんで、えー、結構細かく頑張って喋りましたんで、あの今日は感想、ムーさんのチャンネルの感想ということで、いきたいと思います。まず、あの全然関係ないんですけど、あの中でどなたかがですね、ブッテンブローク家の読書会もやってくださいね、みたいなことを言ってましてね、ブッテンブローク家ってこれぐらいの長さなんですけど、まあ、23歳の時の作品でノーベル賞 受賞作品ということでね、まあ、天才小説家トーマスマンの走りです。もうどこからどう見ても、えー、ドイツのトルストイ、トルストイ2世みたいなね、あもう完璧なトルストイ、アンナ・カレリナのような感じの書き方を23歳で完璧に、えー、この長さで破綻せずにこなしている、素晴らしい天才小説ですね。えー、そして、えー、さあ、本来のーベンスに指示ですけど、 あの僕はトーマスマンが好きなんで、間の山、今のブッテンブローク、ファウスト博士とかですね、ヨセフ、ヨセフはきちんとは読んでないんですけど、いろいろ読んできたんで、えー、ベンリス・ニシスっていうのは、もうトーマスマンワールドそのものだっていうのが分かるわけですね、アッシェンバッハはま,あまさにトーマスマンのパロディとして存在するわけです。そして、あのー、あああのいうこうこ アシェンバッハがベニスで体験するようなこともねトーマスマン的な世界の延長線上にあるんですけど、まあ、あのどなたかも言ってましたけどねこのインドの神話を元にしたすげ替えられた首。 えー、これ、なんかこれとっても面白い小説ですけどね、ここにあるこう肉体参加非キリスト教的なるものみたいなものがね、えー、ベンス・ニシスのこう人物の彫像みたいなものにですね投影しているような、まあ、だからトーマスマンにはこんな感じの趣味があるんだろうなというふうに思いました。でえー、何よりも思ったのは、2つのことを思ったんですよ。はい、ここからは本番です一つはトーマスマスン的なるものを は普通は知らないわけですねこう知ってる前提で読む、読んでる私はですね、トーマスマンの前提条件が全部、ほ、ま、ぼ、あ、ほぼ一応分かっているので、前提に去って読むんで、とてもある意味わかりやすい。ところが、トーマスマン的なるものの前提条件は普通知らない。で、本来知らずに読むべきですね。で、本来知らずに読むとどう感じるのかっていうのが、ムーさんのおライブ配信のいろんなコメントを拝 聞いていてる中で、えー、よく分かりましたねそう確かに、えー、トーマスマン的ベースがなければあれは三島由紀夫か谷崎潤一郎かみたいなねそんな感じになるしあるいはドステフスキー的白地的な雰囲気にもなっていく、えー、つまりトーマスマン的人格の土台というこう何ていうんですかね迂回の「う」をう持ってる迂回の人がいなければただその現象だけ見るとね、えー ウという鳥がバラ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 泳いで飛んでっていうそんな世界を見てしまうみたいなそんな気がしますね。えー、そうですねそしてあのでもそう思ってみるとビスコンティの映画マーラーの楽曲を、ね、背景に流しながら進んでいくのはあれはアッシェンバッハについてトーマスマンがこう必要にね、えー、いろいろ書いてることを、ま、基本抜きで えー、その今言った現象のところを美しくベニスの風景と一緒に映画にしているので、えー、もっともっと純粋にあのベニスのシスの現象面を、ね、描いているという感じですねで。ベニスのシスの現象面というのは本当に美しい短編小説で、そうなるとアッシェンバッハについての能書きは一切ない方がですね、あれアッシェンバッハについての能書きのすべてを取り去って、えー、現象面だけを書いたらですね、本当に ドイツの三島由紀夫か、ドイツの谷崎潤一郎かみたいなね、まあ、多分文体的にはね、文章の美しさ的には三島や谷崎の方がトーマスマンより上だと思ってるっていうね、えー、そんな気がしますね。まあ日本人ののの文体ってのはね、あのー 人類の奇跡ですよ、うんはい。ということと、もう一つは、ですねもう一つはあの、その現象面、トーマスマンという人格ベースを抜いた現象面としてのベニセンシスという部分と、もう一つは、あの非キリスト教的なるものということですね。あ例えば、ヨーロッパの文学界では、オデュッセイアとイリアスが、まあ、聖書みたいなものですね、文学的聖書ですね、まあ、トルストイなんかはもう、えー、シェイクスピアもクソだ、ミソだみたいな感じで言って、ですねホメロスのみ。 という感じですね、えー、そしてゲーテもね若きウェルトンの悩みで、えー、ずっとホメロスをウェルテルに読ませますねあれがオシアンを読むように変わってから自殺するわけなんですねホメロスをずっと読んでたら自殺しないみたいなねそんな感じがあるで、あのー、キリスト教とギリシャ精神の融合みたいなこと言われるんですけどあの決して融合してなくって、えー、まあ試験ですけどおギリシャ精神をキリスト教 強的に捉え直す、再構成しているのがヨーロッパにおけるギリシャ理解だろうと思います。だってギリリシャ人はキリストを 教を知らないし、キリスト教世界観で生きてないんだから、キリスト教的なるものであるわけがない。だからこそ、ダンテが新曲の中でソクラテスでさえね、地獄に落ちてるわけですね。煉獄界か。はい、キリストを知らなかったという罪でね、えー、地獄に行くってとんでもないですね。なんか言いがかりもここまで来るかみたいな感じですけど、えー、でこのオデュッセイアを読むとね、まあ、オデュッセイスの物語だから、オデュッセイアっていうんですけど、オデュッセイスを読むと、あの 海賊をしてですね、海賊は当たり前、それはいいんだと、海の男が強ければ略奪して良いという、そんなモラルがあるんです、基本的に。で、海賊しましたって、こう、得意げに言うわけですよ、宴会で,で。それで、そこで私たちは略奪したあの羊やら豚やら、えーな、なんか1ヶ月か3ヶ月か宴会し続けましたとかね、ん何を言ってるんだおいみたいな、ちょっとねあの、よくニーチェがディオニュソス的なものとね、ソクラテス的なものとか、そういうもので、えー 二律背反させます、ね、テーゼ、アンチテーゼみたいな感じでね、えー、言ったりしますけど、根本的においてね、ねギリシャ世界っていうのは、そういう,こうソクラテスやイエス・キリストに対してディオニュース的なるものって別に、えー、対地するのは後世のキリスト教徒であるヨーロッパ人であって、ギリシャ人そのものはディオニュース的ですよ。これはね、この世界はあのソクラテスの,あのその字もないわって感じですね。でソクラテスの代わりをや演じているのは、えー、神々。 いいで、すね、えー、で二分身というね膨大なこう心理学哲学論文っていうのがあって、ですね結構面白い本で有名なんです、作者忘れました、2つの分ける心、二分身え、二分神という本によると、ですねこの古代ギリシャ時代までヨーロッパの人類はあ神々の声が聞こえていたと、何かを考えるときに自分の意識で、あそうだ。 よしあそこのおヘクトルの軍に突っ込むぞとアキレスが思ったりはしないえそれは行く時に自然に脳があ「右脳の働きは神の声」としてえ意識で考えるんじゃなくて行く。 行きなさい、アキレス、ヘクトルの軍に向かってってね、声が聞こえてきたんだとえ、えー。それは心霊現象じゃなくてね脳の現象として2つの分ける心、二分身によって聞こえてきたんだと。だから一切何にも迷わずに神々の声に従って生きてきただけだ。つまり神々の声っていうのは潜在意識の声なんで、潜在意識がソクラテスやキリストの代わりに、えー、モラルの根底をなしていたのがギリシャ世界。そして、えー 右脳がそういう分かるようすんで、左脳は右脳にすべてを任せて、普段はニコニコ楽しくご飯を食べるみたいなね、そんな世界がギリシャ世界。はい、そういう世界における人物を、まあ、ここにたまたまオデュッセイアがね最後の方に弓を引き絞るシーンがありますけど、あのー、こういう彫像をね見せている、つまりインドまで行かなくても、古代ギリシャっていうのはいか、キリスト教の要素を取ったら、もう、 異質で異教ですねそして、ベニスという都市は、コンスタンティノープルとの貿易をね、1000年もやってたんです、滅びる前にね、400、アッチラの軍が来た時に最初の礎ができたから、467年ぐらいあ、もっと前か、400年ぐらいにできて、ナポレオン戦争でナポレオンに滅ぼされたから、1 0 0 400年ぐらい続いてる。でその間、ずっと東方交易をするんで、ベニスというのはヨーロッパ人にとってはコンスタンチノープルですね。コンスタンチノープルというのはあオリエントなんですね。だから、キリスト、まあ、コンスタンチノープル自体キリスト教都市ですけど、えーまあ、西側の、ね、ローマの ローマの世界のキリスト教、まあ、トーマスマンは、まあ、プロテスタントですけど、まあ、ヨーロッパ世界におけるキリスト教とはまたちょっと違うというね、ねそういう異国情緒たっぷりの都市において、えー、こういう原初的な、ユングの言う原型的な、ね、人物像を見ながら、キリスト教とヨーロッパ人のアッシェンバッハは死んでいくみたいなね、ねそんな感じ、だから2つの要素、現象面としてのベニステニシス、えー、そして、えー、あの根底に流れる、えー、ギリシャ。 あオリエント、はい、そこにヨーロトーマス・マン作品とヨーロッパはトーマス・マンという人格とキリスト教という、えー、文化的人格この2つのタグチ使いを取ってね、えー、発露させたのがベネスニシスだったということでですね5分で収まりませんでした。 本当にですね文学ユーチューバー、ムーズさんの、あれね、残念でしたね。えということで、この動画を、ですね、えっと、ここら辺の写真があるにですね、えー、便乗して、えー、アップさせていただきたいと思います。はいいどううもありがとうございました